どうも皆さん、こんにちは、こんばんはかな。焼きの天才ゆうチャンネルです。このやり方2回目ですね。どうしても動画の素材が前後しちゃうので、やっぱり合間合間になんか昔の撮り方のものだったりとか、無言のもの、ひたすら ASMR のものだったりとか、アフレコしだしたりとか、もう撮影しながら喋ってるものだったりとか、いろんなのがちょっとね混ざっちゃうんですけど、そこはもう年明けぐらいから少しずつ統一されていく予定なので、ご了承いただけるとありがたいです。で、今日はいくつか購入品がまた届いているので、そちらの開封をしていきたいと思います。ぜひ最後まで見ていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。何からいきます？ちょっとね、今日は今朝なんですけど、本当はちょっと末っ子のバブちゃんがもう起きてしまってて、ご覧の通り後ろがベビーサックルなんですよ。ちょうどここにこの前買ったおむつの箱とかでベビーサークルが歪まないように押さえてるので、ちょっと見えないですけど、末っ子パブちゃんが遊んでるのでわちゃわちゃしてます。あ、それで言ったら今までの過去の動画でも後ろでガチャガチャうるさいの全部子供たちです。はい、もともと病気の天才ユンチャンネルにするのは4世代同級生までやらせてもらってて、チャンネル登録の自分のページのところに書かせてもらってるんですけど、子供3人いるのでうるさいです。はい、ご了承ください。大きいものが1つと、なんか中身めっちゃ少ないけど箱でかいやつが2つと、中間ぐらいのものが2つ来ます。ちょっと宛名シールを今日剥がすの忘れてたので、はい、裏向けて開封していきたいと思います。始まりやーん。よいし、はい、これはツイッターでX さんで教えていただいたんですけど、タイプ C のケーブル、USB2 タイプ C のケーブル 1m が1円で買えました。よくね、一緒にお出かけする友達のスマホもタイプ C 充電だし、私が普段持ち歩いてるアンカーのマグセーフのモバイルバッテリーの充電もタイプ C なんで、まああってそうはない、いつ壊れても何時対応できるように1円なら買っとこうみたいな感じでした。でこちら、こちらなんだろう、こちら後で開けます。このでかい、無駄にでかい箱から開けていきたいと思います。でもね、オープンついてるんだけどね、めっちゃ開けない。あ、こういうこと、こっちも開けます。うん、なんか発送しましたメールから推測すると、このバカでかい箱の中身はすごくちっちゃいです。ほぼほぼ干渉剤です。これやっと買えたって感じですね。なかなか売り切れで買えなかったんです。ストローカラーミニストロー100本入り、個包装なしタイプ。お子たちのコップにいいなと思って買いました。これね、100円しなかったんで100均より断然お得で欲しかったんですけど、いつも自分が気づいたタイミングでは売り切れてたので、今回やっと買いました。拍手。はい、これのためだけにさ、この箱よ、見える、なんで近い箱で、撮影し終わった後で潰したいと思います。もしくはちょっとこれデカめなんで、今集まってる紙ゴミを逆に詰め込むかなんかに使いたいと思います。はい、2つ目でした。3つ目、これは本当にびっくりよ。これこれなんです。
R23D のボタン電池、これも安くなってて、だいたいキーレス、車のキーレスだったりとか、うちが今使っているメルシーポットと同じメーカーさんのおでこでピッてする体温計もこの電池なんで、ストックですね、電池の。ボタン電池、緊急でコンビニで買うとめっちゃ高いんで買っていたんですけど、これもザ、この箱できました。なぜこれ届いた時、私何買ったってめっちゃびっくりしました。何買ったみたいな、本当にびっくらぽんでございました。本当にね、びっくらぽんだったの。ではでは、最後にこの2つを開けていきたいんですけども、なぜこれを最後にしたかと言いますと、こちらおたかつグッズとなっております。多分ね、多分私の推測ではおたかつグッズとなっております。お姉ちゃんまだ寝てるもんね。なんで君早起きなの？昨日ゆっくり寝たのに。いくいく、あのなんか撮影に参加したいそうです。ちょっとこの辺にいるんですよ。どういうどういうです。はい、はい、この前2022年のをゲットしてた、今回2021年ゲットしました。なにわ男子しかかたーんってやつです。ちょっと声かすれてきちゃったよ。総合内科の先生がちょっと緊急でお休みだったんですよ、この前。なんでね、だからちょっと本来いるべき薬が足りてなくて、私その名の通り病気の天才なので、友達に病気の天才って言われたから病気の天才ってつけたんですけど、病院の先生には病気の博物館って言われてます。箱もビニールも全く一緒だ。飛んでったわ。これはこの辺でいいんですけど、この乾電池のストック、私この前3と4をあの買う方も違いました。3をスタンダードさんプロダクツさんで3を2個買ってきて、4、1個しか買ってなかったので、でも3、第3のがめっちゃ残ってて、全然違いました。4が足りませんでした。入らない。これ半分に切ったらダメかしら。そう、前回緊急で買ってきてもらったやつの半分が入ってる。はい、今入るの、この辺のとこにぶち込みます。よし、ぶち込む。でこれですよ、これ。これめっちゃ楽しみよ。皆さん、これの保管方法どうしてるのかぜひ教えていただきたいんですね。あのオタク仲間様、ぜひとも教えていただきたいんですよ。あ、お子自分の世界に戻りました。真横で作業いつもしてるんで大丈夫なんですね。放置って言わないでください。自分の世界で遊ぶのも大事なので。すごい、なんか専用ですか、この段ボールは。じゃん、なにわ男子のうちわ様でございます。これもしかして新品かもしれん。中古じゃなかった。ビニールに包まれてるので新品でした。イエーイ。これ21年ぐらいのカウコンの時のです。ゲットしました。関西ジャニーズジュニア明けおめコンサート2021って書いてありました。イエーイ。
一応 3COINS で内訳ケースは1冊ゲットしてあるんですけど、オンライン限定かなんかのやつアップされてると思うんですけど、チャンネルね、まあ、それは多分現場に行くとき用だと思うんですよ。だから普段の保管ってどうしたらいいんだろうなみたいな。今回発送してくれた人はプラスアルファでクリアファイルをつけてくださってる感じ。カシャカシャしてます。めっちゃ嬉しいね。これまたあのちょうど撮影日がお給料日の次の日ぐらいでして、うん、そうなんですよ。で、あのまたヤフオクとかフリマでオタカツグッズ何個かゲットしてて、また数日後に届くので、またそれも撮影したいと思います。今日はこれでおしまい。バイエー。